ルプジョルシュル・オルブは、フランス、オクシタニー地域圏、エロー県のコミューン。ルプジョルシュル・オルブは、オーラングドック地域圏自然公園内に位置する。この中世の村は、カルー山の麓のオルブ川湾、川を見下ろす城の周りに建てられた。ルプジョルは、ラマレバンから 2km、ベダリューから 10km、オラルブから 17km、ルジャンから 27km 離れている。 ル・プジョルはサンピエール・ド・レ・ド教区の宗教的見地に従っていた。1600年代、領主はサンジャン・レバンジェリスト教会を建てた。教会はサンジャン・バティスト教会となり、サンピエール・ド・レ・ド教区の司所となった。フランス革命前に、我々はプジョルに依存する集落を見つけることができる。1790年、そのうちの昆布、フレーズ、ル・ベルネ。 トルティアン・ラ・カプラードの各集落がコンブテール・フォンテーヌ・デュープジョルの名でコミューンとなった。ルプジョルは革命の間、小郡の将軍長所在地だった。この時代、コミューンの市民たちは1791年から革命集会に集まっていた。1921年2月14日のおでくれにより、村は現在の名称となった。参照元、 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。